タイの日清食品セブンセルクとキングカップトムヤムシーフードフレーバー、揚げ麺に粉末スープと火薬、調味油がついています。麺は細い正方形断面です。輪郭はやや曖昧で気泡感がある軽い食感ですが、適度な滑らかさがあります。タイ製品としてはかなり大きめのカップの割に、麺の量はあまり多くはありません。スープは辛さと酸味がとても強いです。でも海鮮の旨味が伴っており、とんがっておらずにマイルドです。乾燥エビの香ばしさもあって結構重厚で深みのあるスープです。具のエビとイカは小さいですが、カニカマはたくさん入っています。硬いレモングラスの葉が入っているのが珍しいです。タイのセブンイレブン専売品で値段も高めですが、確かな手応えを感じました。